やあ、クライブ。どうしたんだ、カロン。難しい顔をして。ああ、厄介な代物を仕入れてね。クライブ、少しばかり時間はあるかい？大丈夫だ。早速だけど、これを見ておくれ。ほら。クリスタル？だが、見たことがない色をしている。やっぱりね、あんたも知らないか。私も長いこと商売をしてきたけど、こんな代物を見たのは初めてさ。無論グッズもね、巷ではこう呼ばれてる、ダスククリスタルと。ダスク、妙な名前だな。この色だからね、いつものクリスタルと同じように魔法は使える。なんだけど、運が悪きゃ一度使っただけで壊れちまうような粗悪品。その分値段も安い。こんな得体の知れないクリスタルが最近になって闇取引に出回り始めたんだ。それであんたにも知らせておこうと一つ仕入れたってわけだが、こいつをどう思う、クライブ？うん、ダスククリスタルか。あった。これは地揺れかい？ああ。十分取れただろ。お前ら、そろそろ引き上げるぞ。はい、よし。こいつを町で売りさばいて、もう一稼ぎだな。なんだ、ジュネか？明かりが消えちまった。心配するな、大丈夫だ。大事な商品だが仕方ねえ。こいつも一度きりか。もう少し持ってくれりゃ、もっと高値で売れるってのに。なんだかいつもより気味が悪い。兄貴、早く出よう。わかったわかった、がっつり稼いでうまいもんでも食うとするか。それじゃあお先に。待ってくれよ、兄貴。この辺りで地揺れとは珍しいな。まったく、この忌々しい空になってからろくなことがない。そういえばこいつが出回り始めたのも空模様が変わった後だったか。
何か関係が？さてね。ただ湧いて出た話ってのは確かさ。あんたたちがマザークリスタルを破壊している裏で、闇市場ではクリスタルの価格が急騰していた。そんな中で突然こんな代替品が現れたんだ。怪しいってもんじゃない。一体どこから？まさかこの色、オリジンの。全てのクリスタルはマザークリスタルから採掘されている。オリジンもマザークリスタルのような存在だとしたら、これも同じように。初めに言ったろ、厄介な代物だって。だからあんたに話したんだよ。調べた方がいいな。なら語り部から話を聞こうじゃないか。今こいつのことで何か記録が残ってないか探ってもらってるんだ。気が利くな、カロン。私も悪党一味の端くれなんでね。ジョシュアも何か知ってるかもしれない。あいつに声をかけたら俺もすぐに向かう。ジョシア、話がある。ダスククリスタルのことだが。そんなものが出回り始めていただなんて、残念ながら僕も初めて聞いたよ。ここ最近の話なら教団も把握してないと思う。お前や不死鳥教団も知らないとは。兄さんの言う通り、調べる必要がありそうだね。語り部が文献を探っているようだ。何か手がかりがあればいいが。ここで話していても仕方ない。早速彼に話を聞いてみよう。ああ、そうだな。おや、クダイブ。ジルも来ていたのか。ダスククリスタル、嫌な色。こんなものを生み出すマザークリスタルが存在しているなんて。もしダスククリスタルがオリジンの影響で現れたのだとしたら、アルテマは原初のくさびの他にも何か企んでいるのかもしれない。待って、兄さん。奴は本来の力を蘇らせるためにオリジンを浮上させた。それはある意味最終手段ということだろう。ここに来て別の手があるとは思えない。アルポクラテス、あんたはどう思う？ダスククリスタルが出回り始めたのは空模様が変わってから、つまりオリジンの出現よりも前ということになる。わしもこれそのものがオリジンに由来するとは思えない。あいにくここにある文献にダスククリスタルのことは見当たらなかったが、空の文明について一つ興味深い記録があった。空の文明の民はクリスタルの神秘に挑んだとな。クリスタルの神秘。マザークリスタルこそが力の源と捉えていた彼らは、その謎を解き明かそうとしていた。人の手でマザークリスタルを作り出すことができれば、巨大な力を自在にできるからの。人の手で。かの時代には魔導と呼ばれる技法によって召喚獣のごとき兵器さえ操っていたという。これが真実ならあながち幻想ではないかもしれん。いずれも
人知を超える力だ。それに空の文明の崩壊の折にも空が闇に染まったと記録されている。長らく眠っていた人の手によるマザークリスタル、それがこの空になったことで再び動き出したのだとしたら、その未知のマザークリスタルもまた大地からエーテルを吸い続けているかもしれないか。カロン、このダスククリスタルはどこで手に入れた？ロザリアの行商からさ。どうやらポートイゾルデが主な取引場所になってるらしい。さてクライブ、こいつを見逃したら大悪党の名折れってもんだよ。行くならそいつを持っておいき。アルテマのものであろうとなかろうと、マザークリスタルは全て破壊するさ。兄さん、僕たちも行くよ。ええ、そうね。そんなものが本当にあるなら放っておけない。よし、急ぐとしよう。ポートイゾルデへ向かうぞ。ファミルの兄貴。いいから黙って逃げろ。くそ、逃げ足の速い奴らめ。どうしたんだ？何かあったようだね。彼に聞いてみよう。何かあったようだな。あなたはクライブ様。これは見苦しいところをお見せしました。怪しい連中を取り調べたところ逃げられてしまって、面倒なものを持ち込もうとしていたものですから。面倒なものとは？ええ、クリスタルの偽物ですよ。その話詳しく聞かせてもらえるか？最近ポートイゾルデではクリスタルの闇取引が横行しています。国から配給も止まった上にこのご時世ですからね。ある程度を見逃すことで暮らしを安定させるようバイロン様からも指示を受けていたのですが、そんな折一度使えば壊れる粗悪品が出回り始めたのです。あんなものが広まると先々略奪の原因になりかねません。それで警備をしていたところにさっきの連中が妙な色をしたクリスタルを持ってきたというわけです。あの三人組がダスククリスタルを？おや、皆様もご存知でしたか。先ほどの様子を見るに連中がダスククリスタルの売人で間違いないでしょう。兄さん、彼らが向かったのはビュイット大橋の方だ。ああ、今なら追いつけるかもしれない。クライブ様、この辺りも野党が多くなりました。どうかお気をつけください。ありがとう。ポートイゾルデがあの様子ではさっきの3人組もしばらくは寄りつかなくなるかもしれない。そうだな、逃げられる前にここで抑えるぞ。行くぞ。はっ。この辺りにはいないみたいだ。先を急がないと。片付ける。
どうやら収まったみたいね。そうだが、連中の姿は見当たらない。やれやれ、最近は不吉なことばかりだ。こんなことが続いたら気がめいっちまうな。よし、あの二人に話を聞いてみるか。この辺りで怪しい三人組を見なかったか。ついさっき見かけたが、きっと今頃落ちんでるだろう。どういうことだ。連中、野党どもに追われてたんだ。クリスタルをよこせってな。えらい剣幕で走り去っていったよ。三人組はどこへ。ああ、向こうの方さ。この先はオールドヒル造船所だ。あそこは今誰も住んでいないはず。空き家に潜んで野党たちをやり過ごすつもりなのかもしれない。探してみるしかなさそうだ。邪魔をしたな。オールドヒル造船所か。行こう、二人とも。探せ！連中を逃がすんじゃねえぞ。必ず近くにいる。どうやらまだ捕まってはいないようだ。この辺りで降りよう。エーテルの光が、何なんだこいつは。し、敵だ。クリスタルをよこせ。ここで野党の相手をしていてもキリがない。ああ、早いところ連中を探すとしよう。なんだ貴様ら。野党どもめ、なんて数だ。兄貴、もう走れないよ。まったくだ。だけどここまで来れば。あ、兄貴、誰か来た。ようやく巻いたと思ったのに、結局捕まっちまうのかよ。
おい、お前たち、少し話を聞かせてくれ。野党のくせに大層な剣までぶら下げやがって。貴様らにくれてやるクリスタルはね。俺は野党じゃない。勘違いするな。どこ行きやがった。こっちだ。この辺りで奴らの声がしたぞ。やばい、さっきの連中に追いつかれた。兄貴、どうしよう。いいか、こういう時は慌てず騒がずだ。なあ旦那方、ちょっと。さっき野党じゃないって言ってたな。ああそうだ、俺たちはこいつを調べていただけだ。そうかそうか、そいつは実に好都合。クリスタルの売人を見つけたぞ。こっちだ。お前何を。いたか、いたぞ。ちょろちょろと逃げやがって。もう逃がさねえぞ、クリスタルをよこせ。待て待て、間違えないでくれ、俺たちじゃない。ほら、あっちだ、あっち見ろよ、手に持っているものを。おう、あれだ。いや、これはそれじゃ旦那方、あとはよろしくな。来るわよ、クライブ。仕方ない、片付けるぞ。奴らをぶち倒して逃げられないようにしてやれ。クリスタルをいただくぞ。兄さん、追うよ。ああ、連中には仕置きが必要だ。奴ら、橋を渡って湿地の方に向かってな。まさかダスククリスタルの売人があんなふざけた連中だったとは。確かに逃げることにかけては機転が利くようだ。このまま逃がしはしないさ。落ち着いて、全力で倒す。見ろ、ダスククリスタルだ。あたりに魔物の足跡がある。ここで襲われたのかしら。だとしたら少なからず足止めを食らったはず。このまま追うとしよう。連中、マーサの宿に向かったと思うか。さすがに人目は避けるだろう。となれば湿地の奥の方だな。敵だ。どこそ大丈夫だろう。奴らだ。あいつらまだ諦めてなかったのかよ。旦那方、野党相手によくご無事で。なんとかな。だがもう面倒はごめんだ。いいか、お前ポートイゾルデに出入りしてた売人だろ。
クリスタルの出所を調べている。こいつをどこで手に入れた？それは教えられないね。商売に関わる大事なことだ。貴重な稼ぎ口を奪われたくはない。こいつがあるから俺は仲間を。またか。クライブ、あれを。なんだ、塔に光が。どういうことだ。ねえ兄貴、塔のクリスタルは無事かな。バカ、黙ってろ。まさかあの塔にダスククリスタルが。いやいや、ちげえよ、あるわけねえ。あの賢者の塔はただ古臭いサラの文明の遺跡だぞ。入り口さえ見つかってないのにどうやって中へ。それにしてはなかなか詳しいようだな。あれ、それは見ろ、アカシアだ、アカシアが出たぞ。いい加減にしろ、そんな手に何度もかかるか。どうやら本当よ。何、私を連れて行くわけにもいかないか。さっさと倒すぞ。終わったか。あの三人組はまた逃げたみたいだ。まったく悪運の強い奴らめ。やっと落ち着いたか。兄貴、里へ帰ろう。ポートイゾルテじゃもう商売できそうもないよ。あそこがダメなら他の町に行けばいいだろう。アレク、マルネク、気合を入れろや。そんなと言いたいところだが、今賢者の塔が先だ。塔が光るなんてこれまで一度もなかったのに。いつにも増して気味が悪い。確かめに行くぞ。俺たちのダスククリスタルに何かあったら商売上がったりだからな。クライブ、これからどうするの？
奴らが塔のことを言っていた以上無視はできない。それにあの光も気になる。賢者の塔、空の文明の遺跡か。あそこはこれまで何度か調査隊が出向いたけど一度も中に入れてないはずだ。だけど彼らは中を知っている様子だったわ。どこかに入り口があるのかもしれない。賢者の塔でダスククリスタルが取れているのだとしたら、アルポクラテスが言っていた人の手によるマザークリスタルもそこに。調べるしかないね。あの位置なら漆黒の森が近そうだ。行ってみるとしよう。賢者の塔、子供の頃から見ていたが数ある遺跡の一つとしか思っていなかった。昔父上から聞いた話だと、あの辺りは険しい岩山に囲まれているらしい。できるだけ塔の近くに行ってみよう。漆黒の森から続く道がどこかにあるかもしれないから。力を借りるぞ。よっ。待て、こんなところにゴブリン族が。いや、あんな姿は見たことがない。素通りはできないか。兄さん、気をつけて。ここは黒の一帯の中だ。ああ、分かってる。まま押し通る。ほら、やれ。任せた。ほら、しょうがないとこう思ったんじゃないか。でもやるしかない。今だ。ほら、やれ。トルガ、今だ。最後だ。やめ。任せた。やっぱりいつものゴブリン族じゃないわ。こいつら何者だ。兄さん、ジル、二人ともこっち。ジョシュア、この扉を見て。空の文明の遺跡、まさか塔が光った時に開いたのか。それにこの先は、もしかしてここから賢者の塔に。そうだといいが。
ここにはエーテルがあるようだ。この遺跡まだ。ええ、生きているようね。敵対生命を確認。なんだ。排除工程を実行。敵対生命を排除せよ。今聞こえた声はまさか遺跡が自ら。どうやら俺たちは敵扱いらしい。注意しろ。外にいた奴らと同じだ。ここから現れたのか。
シーバクリスタルがこんなに出どころのようだな。ということは、ああ、ここが賢者の塔に違いない。何なんだこの化け物。来るんじゃねえ。今のは奴の声だ。二人とも急ぐぞ。